こんにちは、おときゅうでございます。今回は車両が置き換わった関北本線 H100 型で網走駅に向かう動画です。前回の動画では旭川から上川行き45230に全区間乗車して上川へ、 H100 型初投入は上川伊東ですので上川から先の乗車を楽しむのです。上川駅では1時間少々暇を潰した後、46230遠軽行き普通列車に乗り換えます。46230の車両は旭川運転所から改装され10時56分に入ります。車両の準備が整いますと改札が始まります。46230遠軽行きは1日1本の普通列車で、遠軽に抜けるための貴重な列車です。本日はザ・ロイヤルエクスプレス運転日で1番線で発車を待ちます。機関車の着回しは終わっており、この後旭川方に連結されるシーンを撮ります。そして発車するシーンも撮ります。これらの一連の流れが見たいため、46230の乗車を本日にしたのです。昨年までは46230の車両は機械40系でしたが、こちらが H100 型になって、遠軽で並ぶ車両が変わりました。網走から走ってきまして、実質46220で旭川へ直通する46580が入ります。この列車はザ・ロイヤルエクスプレス運転に伴い、本日時刻変更されています。1番線から番線変更も行われています。旭川駅から遠軽駅まで乗車しました45230と46230は動画をアップ済みです。終了画面に貼りますのでぜひご覧ください。本日は網走行き46630の全区間乗車と、網走から先の暇つぶしを紹介します。最後まで動画をお楽しみください。関庄線は土砂災害で昨日から不通です。どうしても今日中に釧路に着きたいと網走経由で向かう強者が乗っています。しかし今朝9時15分頃、山別駅近くで踏切事故が発生したため、専門本線は現在運転見合わせですが、47290から運転再開される見込みらしいのです。これから46630網走行きに乗りますが、通常は47290に接続になりますから、運転されれば何の問題もありません。私は今夜網走で宿泊ですが、46630は網走駅15時55分着とかなり早いため、47290に乗り遠征開園駅に行きます。一応47290から運転再開と言いますが、運休した場合ちゃんと代案があります。というか、北海道に入ってから出かける前には知らなかった情報を知ったため、今はほとんど代案の方へ乗ることに気持ちが傾いていますので、47290が仮に運休しても私は影響がありません。もともと47290で厳正開園駅に向かっても47300で戻ろうと思っていましたので、滞在はわずか13分で駅周辺を見るだけの時間しかありませんでした。厳正開園駅はがっつり見学したことがありますので、暇つぶしは今回いいです。それよりダイヤの価値が北海道に来て高まりましたので、それを実行します。ただ関庄線普通で網走経由の迂回をやっている方は、47290が運休したらもう釧路に行く手段がありませんので、迂回した意味がなくなりかわいそうです。専門本線で踏切激突事故とは数十年に一度の事象と思いますが、どうなるやら。46630は北見駅で35分停車します。なので最新情報を確認してみます。車両は上川から乗ってきました38番と同じです。車両への乗車は13時ちょうど頃可能になりました。キハ40系時代は掃除が終わり次第乗車はできましたので、やり方が変わりました。38番は元苫小牧運転所の車です。室蘭本線経由で長万部に走っていた車が今は網走に向かって走るんです。反対側の車両は本日に限り2番線から出る46220旭川行きです。13時41分発で本来は1番線から出ます。46220の運転士さん挨拶をしてくれます。旭川運転所の運転士さんで、過去に宗谷本線や関北本線でお世話になっています。覚えていてくださいまして、遠軽駅で少しお話をしました。基本的にはこのような素晴らしい運転士さんが JR 北海道にはたくさんいます。さてこちら46630は13時14分定刻に発車します。この列車も進行右側に座っていきます。JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございます。
網走行きです。この列車は3番運転のため1番前のドアのみご利用いただけます。なお、ドアは自動で開きませんので、お降りの際はドア横の開けるのボタンを押してドアを開けてお降りください。運賃は両替機をご利用用で釣り券のいらないようご用意ください。次はジェスクニジェスクニです。
北本線沿線で最大の都市北見市の代表駅北見駅に到着です。この駅では交換列車や先に通す列車はありませんが、35分停車します。35分も停車して交換列車がないのはどれだけ列車が走ってないのって話ですが、調整時間で停車します。この列車の改札は10分前からでまだ始まっておらず、もし駅の外に出た場合は改札が始まるまで列車に戻れません。荷物を座席に置きっぱで外に出るときは気をつけてください。車内にいるのは何の問題もありませんが、専門本線がどうなったか聞きに行きます。1分遅れ、14時23分到着です。北見で運転士が交代します。さあ、北見駅での35分停車が終わり、14時57分、定刻に発車します。あれ、あのおじさん乗っていますけど、4729Dの運休を聞いていないのでしょうか。どうしても釧路に行きたいのなら、北見バスターミナル17時発の都市間バス、サンライズ号があるので乗れば釧路駅前に19時55分に着きますけど、もしかして専門本線は 4729Dの後にまだ列車があると思っているのでしょうか。ダイヤ改正から 4729Dが最終釧路行きになり、もうありません。右側です。お降りの際は、一番前のドア横の
開けるのボタンを押してドアを開けてお降りください。運賃、切符は整理券とともに運賃箱にお入れください。 We will soon be arriving at the Bihoro. The exit is located on the right. Please press the open button located next to the first door to open the door and exit the train.To open the door, please press the open button located next to the first door. This is a local train bound for Abashiri. Please take a numbered ticket.The next stop is Memambetsu.さあ、網走駅に到着します。旭川から石北本線の普通列車を H100 型で全区間乗車できました。上川駅から網走駅までは38番で同じ車両に乗ってきました。これから折り返し4670でルベシベ行きに乗り美幌に向かいます。網走駅は15時55分定刻に到着します。私が降りたらすぐにドアが閉まります。到着してまだ1分も経っていません。ましてこの車両が折り返しルベシベ行きになるはずですが、なんかせわしないです。運転席を前後しなくてはいけませんが、それにしても早いドア閉めです。ほどなくして1番線に1両 H100 型が入線してきました。なるほど、ホームで増結作業があったんですね。それで急いでドアを閉めたようです。ルベシベ行き4664デーは2両編成のようです。なのでこれから並結作業が見れます。
はい、2両のルベシベ行きになりました。乗車できるようになりましたので、今連結した77番に乗っていきます。網走駅は以前の動画で紹介しましたが、窓口は16時半まで、改札は17時半まで、それ以降は無人駅になります。今の時間は駅員がいます。今通ってきた駅に戻るんですから、趣味ではない人には理解不能です。美幌駅に行く理由はこれです。駅ごとに定休日や営業時間があり、こちらの都合で購入はできません。美幌駅は途中下車しているにもかかわらず、まだ購入できてません。46630を全区間乗車した上で買いに行けるので行くのです。網走駅を16時15分定刻に出ます。先ほどお伝えしたように、美幌駅は簡易宅駅です。窓口は17時で終了するのです。この列車で行くと16時47分着でギリギリ間に合います。さらに網走に帰る列車は美幌で交換する16時53分発4665Dayに乗ろうと思っています。わずか6分で購入してくるのです。まあ4665Dayに乗り遅れましても1時間少々待てば普通列車はありますが、駅舎内にある物産館はやはり17時で閉まるため何もすることがなくなり暇なだけです。そんなことから6分後の4665Dayに乗れれば網走に早く戻れますし、ホテルにも早く入ることができますからいいです。美幌駅は定刻16時47分に到着します。無事に北の大地の入場券購入することができました。まあ通常はこの程度の駅でしたら6分あれば買えますよね。購入した後のんきに美幌の駅舎を撮っています。この駅舎の中に物産展があり、17時まで地元の食材を販売しています。4665Dayは到着しましたらたくさんの人が降りてきました。皆さん北見で遊んできたんでしょうかね。乗車を待っているのは私だけです。4665Dayは定刻16時53分発車します。4729Dayが運休しなくても美幌駅に入場券を買いに来たと思いますが、なんとか6分で買えて網走駅に早く戻れますので良かったです。4665Dayは網走駅に17時23分定刻に到着します。2番線に着くのですが、列車を取ったりうだうだやっていましたら遅くなり、1番線に17時40分頃来ましたらすでに窓口はカーテンがかかってしまっていました。4665Dayは17時23分に着きますから、すべてのドアから降りることができました。切符は入れる場所があるようですが、私は全道乗れるフリー切符を使っていますので入れるわけにはいきません。今までいた時間に駅員がいなくなると寂しいですね。この後ホテルへ行ってびっくり。網走経由で釧路に行くと意気込んだおじさんが同じホテルにいるんです。一生懸命ホテルの係に釧路へ行けなくなってカニが食えなくなったんだと訴えています。列車乗車中から近くにいる人に自分の事情をペラペラ話す人で、関わらないようにしていたのですが同じ列車に乗っていたのバレました。網走行きに乗ってましたよねと聞かれ、乗ってませんというわけにもいかず、乗ってましたというと猛烈に釧路の宿と向かう目的を話してきたんです。30分ほど話を聞いてやっと解放され、自分の部屋に行くことができました。釧路に行けないことを嘆いていますが、北見駅から行く方法はあったんですよ。調べることを調べてから行けないと嘆きましょうよと心で思いました。本日も長い時間ご視聴ありがとうございました。動画の内容が良かったよと思ってくださる方は、ぜひグッドボタンをポチってください。今後の励みになりますのでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。